今温泉入りに別府に来たんですけど、そっからねあの昼ご飯とかも食べて、あの今日は大分ですね。確かねあのこれからねあの私は前からずっと行ってみたかったんですが、あの大分の方にいつもお世話になってるわけですけど、高崎山自然公園、猿がいるところね。前に皆さんにも紹介したことがあったかもしれませんが、最近猿があの戻りがちだということで、ちょっと、ね、行ってみたいと思ってたところです。視聴者の方も今どこにいるかよく分かんないかもしれないんですけど、あの左が別府湾で海ですね。であのここは別府駅とそれから大分駅の間の日豊線のところで、あの太平洋側、太平洋じゃない瀬戸内海側を向いてるところです。で今ここにあるあの高崎山に登って猿が出るんですけど、その猿に、まあ、あの猿見物に行こうと。向こうに、ああ違う、あれ四国だと思ったけど違うんですね。あれはあの別府湾の反対側の多分木付きだと思いますが、そしたらね本当にいたんですよね。逃げてきましたけど、ちょっと上がっただけで普通にいましたね。多分これから先もいるんじゃないかと思いますよ。なんかどこにいてもおかしくなさそうだもんな。この線の猿もね、なんかこう勝手に降りてって、そこら辺にある畑のこう作物とかを取って食べたりとかするらしいんですけどね。もともとこの高崎山の自然公園のところで餌をやってて猿が集まってたんですが、そこで餌やるのをケチるようになってから、猿があんまりそっちには出向かなくなって、まあ、その代わり山の上の方でこもってるんですが、たまに畑の方に降りてそういうことをやるようになったりもしたんだそうです。今ね猿ゾーンはこの辺からなんよと教わったんですけど、確かにもういつ降ってきてもおかしくなさそうですけどね。すごいところを通ってもらったんですけど、今日はいなかったですね。あの前にはね、あの辺りですごい大量に出たんだそうです。まあそういう時もあります。また来りゃいいや。別に動画のために来たわけじゃないですけど、次の楽しみもできました。自然公園の方にはまたあの猿が出ますんで、そっちの方も多分これから行くと思いますけど、あの今イオンに来ましたけどね、ここでね、あのツイッターで話題、あの九州の鉄道マニアの方で、私も写真がうまい方と拝見して、あのドサンニーさんって方がねおられるんですけど、あのその方が個展をやってるらしく、ぜひそれを見ようと来たんですね。ちょっと一個一個の写真とかそんな写すわけにはいかないんですけど、いやどれもすごいお上手です。びっくりですね。びっくりっていうか、いやうまいのは知ってたんですが、やっぱあの本物を見るとね、大きく印刷されてるのを見るとさらにうおーっと思うもんです。あのね、さっきまで高崎山の上にいて、降りてきてイオンに行ったんですけど、またイオン戻って時間あるんでね、もう一回猿見に行くことになりましたね。あの多分この動画のタイトルもだから猿うんぬんとかになってんじゃないかと思います。向こうにね、ちょうど船が動いてますけど、宇和島運輸のフェリーですね。あれに乗ると愛媛県の八幡浜へ行けます。なんかうちのチャンネルでも出したことあるんですけど、多分当時の動画見たことある人そんないないと思うんで、あのまたやってみようと思います、そのうちね。左がですね、あの別府の水族館ね、海卵、このお猿館なんてあったかな、記憶にないんですけど、まあ後でまた話しますが、こっちがあの高崎山です。こっから先あの自然動物園と書いてありますけど、野生の猿が出るところ、これ駐車場かね。ちょうどね415が来ましたけど、いいね桜の脇をこういいじゃないですか。これですよ。これだな。あの阿蘇九十国立公園かなと思ったら瀬戸内海国立公園らしいですけどね。いやちょうど桜も見頃でいいですよ。観光客もいっぱい来ております。今日は金曜日。この高崎山モノレールがあるっつうんでね、あの100円で乗れるらしいんですけど、100円だったら乗りたいよなと思って、ね、今、まあ、来るの待ってるところなんですが、あ思ったより大きいやつ来たな。編成があの当たり前ですけど2両編成なんでね、そんな長くはありません。いい S 字カーブを描いてるから、そこで S 字カーブをあのこう通るうねる姿を撮りたいとか思ったんですけど、そんな風になるわけないですよな。びっくりした。音がなんかすごい音がするなと思ったら、モノレールじゃなくてこっちですね。
今多分パパゴのソニックかなんか通ってるみたいですけど、これ下り線の方だから映せませんがそんな音がこれからすんのかなと思って、そんなわけはなかったです。これのすぐ裏側にもう猿も来てましたね。ここからでも見える。なるほどね。ドアが閉まります、ご注意ください。こんな近くまで猿がいるのもねすごいことなんですけど、この落っこちそうなところにいるのもすごいことなんですけど、このモノレールの電源を一体どこから取ってるのかってそればっか気になってね。動力は電気のようですけど、係の人もねさすがにそんなことまでは知らないみたいです。すいません、わかんないですねってこうお姉さんに、まあそれはそうですよね。気になるのはでもそれですよ。こんな手の届きそうなところにいるもんな。届きそうなっていうか届きますよこれ。これは野生の猿なんだそうでは、まあ、この辺りでこう餌をやるからやってきて、寄ってくるのをここでこう見るのがあの高崎山の楽しみ方だそうです。なんかもう小さいと可愛くていいですね、これね。小さいな設置してましてね、まあ、どうやってここ渡ってきてゲットするのかっていうのをね見てもらいたいと思います。ちょっとね向こうの方に退場してもらって近寄ると怒るよな。じわじわでもこの子進んでますね、いつまでか一瞬ですよ。ちょっと離れてった方がいいですね。すぐ多分ね取りに行っちゃうと思うのでね。子供の飲みかなんかを取ってやってんだな。偉いですね。さあ渡り始めましたよ。足の使い方見てください。ロープで到着、ロープを引き上げましたね。足でロープ使ってたの分かりました。足を使って逆さになって持ち台をしてるんですよ。もう今ねロープの上でこう余裕ぶっこいてますけど、一気に揺らしたいと思います。落ちることはまずないですからね。どれだけ揺らしてもいいそうですよこれもサウルしかできないですからね。さあ大丈夫ですか、落ちないでくださいね。なんかちょっとね不安して、前も後ろも両方足の手のごとく器用なわけですね。違うんですよね。だそうですよ。どちらかというと手みたいな形をしてると思ってください。あ、やっぱそうなんですね。行きますので、あ、木登りなんかもそうですよね。細い枝の先の新芽を食べてる子もいますけど、これも足も手も両方同じような形しますね。ちょっとねずっとロープを出して落花生を取り付けて、今あの一番上に取り付けましたけどね。でそこに猿をの登らせるんですよ。そしたら野生の猿ですから、下はね大きい猿がね登っとったしますから、あなた行くんですか。来た、おーちょっと怖いそうですね。ゆっくりと慎重に行ってますけど、足のね使い方角度が見やすいですよ。しっかり掴んでるな。親指でガシッと逃げてるでしょ。はぁ、降りるときはもう取ったのか。はあ、これね足の方が指が長いんですよね。これ握る力ピーナッツは取らなかったですね。まだ上にあるわ。降りるときも足だけで取ったのか。取ったんだ。取ったらしい。降りるときも同じですね。足はちょっと揺れましたけど、まあ猿界隈もね普通にあの男尊女卑なんだそうだね。これね見てもらいたい。オスが上のところでこう餌取ろうとしてると女子供は取れないんだそうですね。まあ動物的にそういう風になるようにできてるんでしょうね。人間はあのそれにこうそれを人間のあの人間動物の元々のこう設備から外れてね、理屈で頑張って対応しようとしてるところですけれど、まあそれも今の社会を見てるとそんなにはうまくいってないみたいですね。部長とかそれレベルの管理職になるとやっぱり男性ばっかりになるようです。今日はどうでしょう、気になった。ちょっとこの子の悪い癖ですよね。やってろと話して面白いのがね、これ連絡機だけでもやっぱ見てくれるんですよ。とりあえずあっここら辺でまだまだ猿なんですよね。いくら頭が打ってもこれだけはね、まあ、どんどん猿のお話なのかな。でもこのロードのねパターン見てもらう、まあ、ロードできるってことは例外したらどうだろう。あれはね前にロードがあるんです。まあ分かりやすいです。右の方に設置をして、まあ、ちょっと分かりにくくなってますよ。さあこれはどうでしょう。ピンナーね、このピッと入りました。ロープは変わってるんです。10番、シーンと取りに行きますね。あ、私怒られました。今ね、上司の前でみんなに取っちゃったんで、ね、
もう怒られないと思うんですよ。あ、すごい手で怒られてる。ノリが体育会系っていうのもね、それもまた昔からあの動物の時代から変わってないんでしょうね。日光線を特急が走ってる音も聞こえますけど、まあたまに猿が引かれたりすることがあるそうです。壊してでも中に入ってるのを取ろうとしてるんですね、あいつは。悪い猿ですね。猿の頭の良さを今解説してたんだな。3倍あるんですね。あそこにピーナッツを取り付けて猿がジャンプして取れるかどうかってのをやるんだそうです。人間で考えれば5メートルぐらいだと。そういう、おお、見てなかったな。9歳で20代後半ってことは30歳ぐらいは生きるってことですね。40年は生きないのかもしれないけど、結構長生きなんですね。あそこにもこうまたいますけど、足も手みたいにして握ってますね。おお、立派だ。人間でも背伸びしないと届かないような高さですよ。180センチ。おお、まだ余裕ありそうでしたね。すごいな。今ね、今度2メートルに上げたらしいですよ。2メートルね、上がれるのかな。ちょっと考えてるな。あんなもう上の方の画面のかなり上の方にありますからね。わかります、上でブラブラしてるの。着地がなんか怖くなるんだそうですね、この2メートルぐらいになると。ちょっとさすがにやめるんだな、うん、これ俺いけんのかな。しょうがない。さあ2メートル、例えば屋根使うとしていい。あなた早いです。2メートルくらい行ってもらいたい。一応行く気がないわけではないみたいですけど、こう考えるんだな。屋根使うと思う。ここ使わず行ってくれるか。違うやつも来ましたね。ちょっと頭使いますし、ちょっと蹴り方使って。ああ。なるほどね。この屋根を使って取るような人が結構いるらしいんですけど、取る猿がいるらしいんですけど、そうするとスタッフの人がね、その猿が台を使うとそんな邪魔するから、だからあっちを使ったらしいですね。頭よく作られてるもんですよ。芋の方が、まあ、小麦だったりピーナッツよりは好きなのかな。さあ、ただ芋でも人間たちは今日は厳しいですか。頑張る。ああ、なんかすぐやってきた。邪魔な彼がいるので、ね、彼もね。さあ、今最近あの子供が多いですからね、あんまりこう近くで近寄るのも嫌がられるかもしれませんけど、こんくらいだったらいいみたいだな。周りキョロキョロしてるでしょ。上司がいなくなったら奥さんに面倒見てもらってる感じですかね。そうそう、2番のことずっと気にしてるでしょ。
ありがとうございました。今日はね、ドローンくんがかなりの活躍見せてくれましたけどね。今日のチャレンジコーナーは、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。猿とは目合わせちゃいけないらしいんですね。うっかりさっき思いっきり合わせてましたけど、気をつけようと思います。多分あんまりドアップで写真撮ったりっていうのもそんなにこの場しかないんだろうな。猿はね、みんな察知したみたいで餌の時間になったなってのが分かるんですね。みんなこう、もう早くもこっちの方へ大移動してきて、あっちから餌を持ってくるってことも分かってるんですね。山の上へ来たのも、いたのもみんな降りてきました。これ面白いな、みんな何も言わなくても同じ方向に計らったかのように同じ向きに行って、あの人今狙われてて危険な状態なんじゃないですかね。小麦をね、撒いてんだそうですよ。小麦だそうです。あー、おーおーおーおお、すごいな。これすごいな、こんなにいたのか。まあ、足元もね、じゃんじゃんこう駆け抜けてるんですよ。こんなにいると気持ち悪いですね。上の動物園の猿山なんか目じゃないぐらいにいますけどね。こんだけ、あ、集まるってのは面白い光景だよな。そうかい、こんな喧嘩してる間があったら食えばいいと思うんですけどね。なんで喧嘩しなきゃやってらんないのかな。餌なんかそこら中にあるんだからね、とりあえず食ってりゃいいと思うんですけど。みんな測ったように同じ動きでこう拾いくって面白いもんですね。はい、本日のご礼誠にありがとうございます。今集まってるのは B 群ですね。 B 群に小麦の餌をね、撒きまして集めました。でボスは一応来てくれましたね。彼はボスです。みんな同じ動きだな。貫禄あるでしょ、ボスが上がると。あの上にいるのがボスなんだそうですね。行けません、行くと怒られる。あそこにある穴餌だけは他の古文の皿は食えないそうです。出て行く時も通りますよ。小麦の細かい方を通りました。この猿もちょっと立場が上そうですね。幹部みたいな感じか。今巻いたばっかりなのにもうほら出ていってる。わかります？早く出ていく猿は実は弱いんですよね。強い猿ほどいいよ、ゆっくり食べろ。弱い猿は素早く拾ってもうみんなからね、強い猿から追われないうちに出ていく。ですから、まあ、早く出ていく猿は弱いと思ってください。で、ナンバーワンがそこにいて、なんかうるさいですけどね、喧嘩してますけど、ああ激しい、あれメス同士、あれメス同士、あれ餌の取り合いね、メス同士の争い。でもオス同士は争わない、ね、ここに3番がいますけど、オスは争わないんですよ。オスには順位があるので争わない。メスは順位がないから、もうお互いね、五分五分ですから、喧嘩になるんですね。やっぱりこの猿もね、取締役みたいですけど、でも取締役の後ろから常識のない新入社員がこっそり気をついて盗んでる光景なんても見られますからね。面白いものです。なんか役員の猿は3頭いるんだそうです。うっかりしてたんですけど、猿の目を見つめないことって書いてあるんで、やっぱりそうですね。注意事項は事前にこういうのよく読んでおくべきでしたけど、触ってるかしらまずいだろうなとかね、そういうのはあれでしたが、よく気をつけようと思います。そうね、袋は権利放棄して歩いて降りてますけど、まあまあな勾配ですよね。歩いて降りるんでも、まあ、ぼちぼち猿がいるし、別府庵とさっき日豊線の普通列車も通りましたが、まあ、眺めがよろしく歩いて帰るのもいいと思います。JR 九州 JR 貨物西大分駅です。これ貨物の、ね、駅があるんですけど、ちょうど今荷扱いの真っ最中で、コンテナでね、続々トラックが到着してここから積み込んでるところ、多分フォークリフトとかが今これで乗せてるんじゃないですかね。ここから
どこ行くのか分かんないですよ。多分あの福岡の方面に行くんだと思いますが、これ結構古いんですよね、西大分駅は、ね、こんな感じで昔からの木造駅舎を使っています。多分パパ合計特急ソニックが来ますよ。ほらそうだった。もうちょっとうまく映せるように練習しようかな。こっから左にカーブして制限を受けてゆっくり大分駅に入るんじゃない。徐行が終わったのかな。大分駅の手前でなんかずっと徐行がありましたけどね。こんな感じでね、続々いろんな貨物が到着してますけど、ちょっとね、今からあの大分駅の電車来るっていうんで、これで大分行くことになりましたね。西大分から大分まで一駅です。大分駅じゃないか、佐伯駅かな。41号系だといいんですけど、81号系で来るかな。やっぱあの国鉄型の方がね、ボックスシートらしい。この区間乗ってて楽しいですよ。出口って書いてあります。西大分駅は JR 貨物のやってくる貨物扱いのある駅でもありますけど、まあしかし、旅客駅は無人駅。向こうがね、あの貨物列車1本、こっちにも1本、貨物のホームが1つ、旅客のホームが1つ。結構貨物用の対応もしてるんで、無人駅の割には大きいです。貨物も旅客も両方対応している、そういう駅を一般駅というふうに呼びます。あ、全然無人じゃなかった。普通無人だと思ってたんだけど、完全に勘違いだった。一般駅の有人駅でしたね。ここ西大分の昔ながらの駅舎でも、駅員さんはホーム上にいるんですよね。残念ながら81号系でしたけど、まあ2両だからね。まあ2両だからね、間違えた。まあ1駅だからね、1駅と2両を間違えた。うわ、混んでるのは通学の時間だからですね。もう春休み終わっちゃったのか、かわいそうなことですけど。大分ではね、帰りの切符をちょっと買っとこうと思いまして、明日の朝東京で、中村さんと待ち合わせがあるのと、大分から東京、結局ね、一番早いのはサンライズが乗り継ぐことなんですよね。そうすると大分から、東京まで向かう終電は19時42分です。これで始発の飛行機よりも随分早く着くし、中村さんとの東京の待ち合わせがあの明日の朝、9時ぐらいだったと思うんで、サンライズで行かないと間に合わないんですよね。で、あの大分に来ましたね。髪も切ろうということでね、あの中央商店街にあるアルティスト、あそこへ今回も行って、まあ、今回はそんなしっかりと撮るつもりはないんだけど、まあ、いつもこういう風に切ってもらうわけですけど、あの今聞いてね、びっくりしたんですが、あの前はなんか1人2人来てるとかそういう話だったんですけど、あの私の影響でここに来てる人っているんですかとかお聞きしたらね、あの前はまあそのぐらいだったんですが、なんかだいぶ最近は状況が変わってきたみたいで、あのトータルで、まあ、50人ぐらいは来てるんじゃないかと教えていただいたんですね。そんなに来てるのかびっくり。もう私もここ以外では髪切らないことにしようかな。そしたら実際そうなってね、大体いつも伸び放題になってるんで、あのこんなに切らないお客さんはあの私以外にはいないのではないかと思いながら入店してる。まあ、あのそれはね、あえてあのこっちから質問しないことにします。あのですね、今回はね、あのマッシュ系あのというのをこうやってもらうことになりました。私実は全然よく分かってないんですけど、まあ、実はっていうか皆さん知ってるかよく分かってないのは全く何も知らないけどね。 でもあの何をやっていただいてもあの毎回大評判いただけるんで、あのいろいろこう着せ替え人形みたいに視聴者の皆さんにも楽しんでもらえたらいいと思ってます。これあれなんですよね、あのいつもここで僕が一人で喋ってるじゃないですか、はい、そうするとあの美容師の人がこうみんな後ろで黙ってるのにこう、はい、あいつは一人でなんかベラベラしちゃってやばいやつだみたいな、なんかそのあの勝手に店の中で撮ってるやつみたいに思われてるらしい。そう、だから実際に視聴者の皆さん言ってきますけど、動画撮ってないところでは普通にお話してるんですよ。そういやだからね、もうその女子大生の時にもあの目を合わせて全然喋れてないなとか言って、あの、はい、僕もいろいろ言われてて、はい、まあ、そんな普段からあの人の目を離すようなあれじゃなかったのかもしれないですね。みんなそうあの見るんですよ、僕がどういう風に女の人に対応してる。対応してるから。そう。もう毎年3月になると、3月は一番やっぱあの割がいい時期なんで、はい、あのもう最初に出した動画40万回とか再生されましたね。すごい。そう、僕の動画の中でもかなりいってる方だしね。もうその動画出すと
他の動画のコメント欄とかももうなんか女子大生のことばっかり書かれるんですよ。全然関係ないの、全く関係ない動画出しても、そう女子大生でそうどうこうみたいな。やっぱね、女子大生とか言葉にあれなんですよね、いいんですよね、吸引力が。いや、そのうち JK とか入れたらいいかもしれない、ね、そう、いや、そう、まあ、確かに女子高生の方が大学生でもいいのではないかという気はするんですけど、制服でね、そうそう、まあ、ただそう、制服もあれなんですよね、また高校がどうなのかとか、 あとなんかその18歳未満の人がこうやるのがなんかあれらしいですね、あのちょっと労働基準法かなんかで難しいとか、ね、はい、まあまあ、でもね、制服着てる女子高生みたいな人と出かけたら絶対もっとすごいでしょうね。まあ現時点でもうめちゃめちゃいってるんで完全に伸びるでしょう、ね、そう。前に視聴者の方からの評判がとても良かったんで、髪の色を茶色にまたすることにしたんですね。いや、最初に茶色になった時は正直やっぱこう自分がそういう風なやつになると思わなかったからあれでしたけど、本当に評判良かったし変化もあるし、それからね、何がいいって髪の色が茶色かったりとかすると、あの動画はいつ撮ったなとかそういうのが分かるんですよね、私の顔を見て。それで、あ、この時代懐かしいみたいな風に楽しんでもらえるんで、多分当面の間はこのまんまになると思いますよ。二度とできないかもしれないけど。でもなんですね、そんな時間はかからない。まあ、なんかつけて溶かして、そうですね、そうなんかすごい複雑な超難しい工程をやってるわけじゃないですね。そうスプレーをちょっと使う、はい、うまく使うっていう感じですね。すごいですね、なんかこう顔以外は雑誌の人みたいだな。ありがとうございました。